さあ来いタイガ。ほう、今の攻撃をかわすか。見違えたぞタイガ。ありがとうございます。俺もたくさんの戦いを経験していろんなことを学んだと思います。少しは成長できてるといいのですが。戦闘技術や心構えにおいては申し分ない。あとは戦いに役立つ様々な知識が蓄積できれば文句なしだな。確かにそれについてはちょっと自信がないです。はい。親子水入らずのところ失礼するぞ。ゾフィー大将、どうしてここへ。私が呼んだんだタイガ。君への個別指導を頼まれた。まさかゾフィー隊長が手合わせしてくださるんですか。いや、お前にはしっかりと先人たちについて学んでおいてほしくてな。ああ、座学の方ですね。先人たちの戦いを知り思いを感じた。未来へとつないでいくことも宇宙警備隊の一員としての大事な使命だぞ。はい、わかりました。これは、これまで宇宙の平和を幾度となく守り抜いてきた頼もしき仲間たちだ。今日は彼らのスーパーパワーを学んでもらうぞ。ウルトラマン。私たちと愛すべき星、地球の特別な関係は彼から始まった。身長40メートル、体重35000トン。必殺技のスペシウム光線。宇宙警備隊に属する隊員が基本の技として身につける光線だが、彼のスペシウム光線は他のウルトラマンとは比べ物にならないほど洗練されていて、しかも同時に強力な威力も誇っている。豪快なチョップや投げ技など迫力のある戦闘スタイルも特徴だな。何より彼の最大の功績は地球の人々との交流が始まるきっかけとなったことだろう。はあ、なんて偉大な功績だ。ウルトラマンが地球人と交流を持ってくれてなかったら僕もひろゆきと絆を結ぶことができなかったかもしれないんですね。その通りだ。さあ次の仲間を紹介。おっと、これは太郎に頼むとしよう。わかりました。宇宙警備隊隊長ゾフィー。身長45メートル、体重45000トン。この構えは必殺技の M87 光線。単独で放つ光線技の中では我々ウルトラ兄弟の中で最強の威力を秘めているぞ。普段は宇宙警備隊本部で実動部隊のための作戦立案や部隊編成などを指揮しているが、時には自ら前面に立って戦うこともある。私も兄さんのおかげで命拾いしたんだ。どんな時でも僕たち宇宙警備隊のことを見守ってくれているんですね。いつもありがとうございますゾフィー兄さん。礼を言うのは私の方だ。みんなの協力のおかげで宇宙の平和が維持できている。私一人の力ではとても成し得ないことだ。さあでは次の仲間の紹介へ行こう。彼は真紅のファイター、ウルトラセブン。身長40メートル、体重35000トン。この構えは必殺技のエメリウム光線。自分の意思により威力の調整が可能で、相手を気絶させる程度に加減して使用したケースもある。ちなみにエメリウム光線にはこのような構えも存在する。さらに光線のみならず、頭部に装着された宇宙ブーメランであるアイスラッガーも彼の強力な武器だ。地球人の優しさに心を打たれ、侵略者から人々を守るため戦った
愛情の深さにかけては並ぶもののない私たちの大切な仲間だ。このようにそれぞれが特徴として帯びた能力を磨き、身につけた得意技で敵に立ち向かう、それが私たちウルトラマンだ。いいなあ、アイスラッガー。俺のウルトラフォームも武器になればいいのに。ほら、真面目に聞け、タイガ。まるで幼い頃のタロを見ているようだな。え？ゾフィーニーさん、それは…すまなかった。さあ、次の仲間の紹介だ。彼はウルトラマンジャック。地球では帰ってきたウルトラマンと呼ばれることもあるようだ。身長40メートル、体重35000トン。この構えは必殺技のスペシウム光線。ウルトラマンと同様の光線だが、発射時の構えにはそれぞれの個性が見られるな。セブンから授けられたウルトラブレスレットを盾や槍などさまざまな武器に変形させて戦うぞ。たとえ一度破れても自身の力を何倍にも高めて逆転する努力を怠らない熱い闘志を秘めたウルトラマンだ。武器の使い方はいつ見ても惚れ惚れしますね。俺ももっと鍛錬してトライブレードの扱いを極めていかなきゃな。いかなる技術も簡単には手に入らない。鍛錬あるのみだぞ、タイガ。はい、父さん。さあ、仲間の紹介に行くぞ。彼は光線技の名手とも呼ばれるウルトラマンエース。身長40メートル、体重45000トン。虹色に輝くメタリウム光線が彼の最も得意とする光線技だ。その破壊力は強烈で多くの敵を打ち破ってきたんだ。異次元人ヤプールが操る鳥獣と戦うため地球に派遣された宇宙警備隊隊員で、どんな卑劣な作戦や強敵を相手にしても強い心で立ち向かったウルトラ兄弟随一の熱血感だ。しかし血気盛んなだけでなく、相手に対する思いやりも忘れない優しいウルトラマンでもある。エース兄さんの戦った相手は怪獣よりもさらに強力な鳥獣と呼ばれる一種の生体兵器だったんですよね。ああ、未知なる強敵への対抗策としてエース兄さんは私たちでも驚くほど数多くの光線技を身につけ戦いに挑んだんだ。次はタイガもよく知っているウルトラマンの紹介だぞ。彼はウルトラ兄弟の6番目、そしてタイガ、お前の父でもあるウルトラマンタロ。身長53メートル、体重55000トン。全身のエネルギーを両腕に集めるポーズを経て放つ必殺技のストリウム光線。どんな敵をも粉砕する破壊力を持っている。腕を X 字に組んで発射する強化版ネオストリウム光線も持っているぞ。ウルトラの父の強さとウルトラの母の優しさを受け継いだ兄弟屈指の実力の持ち主でもある。地球での活躍後には宇宙警備隊筆頭教官として後任の育成にも貢献してくれている。今やウルトラ兄弟の一員となったあのメビウスを鍛え上げたのも父さんですもんね。やっぱりすごいな。若者には無限大の可能性がある。私はただその可能性を大きく開花させるための手助けをしているだけだよ。彼らの功績は全て彼ら自身がたゆまぬ努力の結果手に入れたものだ。次に紹介する彼も一人の若きウルトラマンを鍛え上げてくれた仲間だぞ。彼は宇宙拳法の達人ウルトラマンレオ。身長52メートル、体重48000トン。必殺技は
空中へ飛び上がり、敵にめがけて鋭い蹴りを打ち込むレオキックだ。獅子座 L77 星出身で、第二の故郷として身を寄せた地球を宇宙人や怪獣から守り抜いたんだ。地球にてセブンに厳しく鍛えられたレオは、後にセブンから息子のゼロを託され、レオの弟アストラと共に一人前の戦士へと鍛え上げたことはタイガもよく知っているだろう。そういえばゼロに聞いたことがあります。レオ兄弟の修行はとんでもなく過酷なものだったと。レオがセブンに鍛えられて強さを身につけたことへの恩を返したい、だからこそ逆に市場を抑えて厳しく挑んだという気持ちもきっとあったのだろうな。そこがレオらしさでもある。そうだ、今度タイガも修行をつけてもらったらどうだ。私が話をつけておこう。え、そうですね、わあ楽しみ。どうしよう、俺ついていけるかな。ん、どうした。え、あ、いや、なんでも。さあ次の仲間を紹介だ。彼はウルトラマン80、身長50メートル、体重44,000トン。必殺技はサクシウム光線。50万度の熱エネルギーを持ち、サクシウムエネルギーを調整することで爆破光線や高熱光線などに切り替えることも可能だ。彼の戦闘スタイルの特徴はアクロバティックな素早い動きから畳みかけるように技を連発させるところだ。地球にとどまっている時に仮の姿を中学校の教師としていたこともあり、先生として地球の子供たちと深い心の交流を交わした経験もあるんだ。あれだけ機敏に動き回りながら次々に技を的確に決められるなんて本当にすごい。うちの風魔とも近い戦闘スタイルだな。俺には到底真似できそうもない。私たちにはそれぞれに得意不得意なスタイルがある。互いに補い合いながら事態に臨む、そういうチームプレーも私たちウルトラマンには大切な心がけだぞ。うん、次が今日紹介する最後の仲間だ。彼は U40 最強の勇者ウルトラマンジョーニアス。身長70メートル、体重5万トン。このポーズは必殺技のプラニウム光線。プラニウムエネルギーをためボールのような形状にして投げつける光線だ。威力は絶大で命中した敵は大爆発を起こすぞ。勇者と呼ばれるにふさわしい知人勇に優れた健全な精神の持ち主だ。悪意のない怪獣に対してはリトル光線で縮小を試みたりするなど、戦闘以外の方法で平和を取り戻した事例も記録されている。ジョーニアスの功績は同郷のタイタスからもいろいろと聞いています。僕もジョーニアスのこと尊敬しています。うん、彼の勇敢さや知性はタイタスにもしっかりと受け継がれているようだな。さあ今日はこの辺にしておこう。他の宇宙警備隊隊員たちについてはまたの機会だな。ありがとうございました、ゾフィー隊長。そうだ、二人ともよかったら軽く運動に付き合ってくれないか。え？君たち親子が相手なら力のセーブも必要ないからな。うん、組手ですね。喜んで。光栄です。